皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、やっぱり言いたいタクシー問題についてなんですけども、結構前にも少しタクシーのお話をさせていただいたんですが、でもやっぱりあれから何も変わってないんじゃないかなと思って言いたいんです。車椅子でタクシーを利用するってやっぱり大変。まあ、私はまだ手動タイプで、一人では持てるので、まあ、他のね電動の方とかに比べたらまだまだマシなのかもしれませんが、それでも、まあ、一番は東京かな。東京に行くとタクシーのその利用がすごく大変だなと思います。まず一つ、オリンピックの影響でね普及したジャパンタクシーさん、まあ、あの屋根が高いタイプのタクシーなんですけど、あれ本当にやっぱ嫌なんですよ。こんな感じで乗るんですけど、屋根が高い分手がどうしても天井に届かなくて、なんか釣り革というか、そういう手すりを持って上がるんですね。でも椅子と地面との高さも普通のセダン型のタイプよりも高いですし、乗る場所から座席まで椅子までの距離っていうのもセダンタイプより遠いので、本当に乗るのが大変です。でも東京に行くとあの方が本当に走ってるので、すごく嫌だなと思います。ただ車椅子を積み込むっていう場合には、私の場合こう折りたたみタイプではないので、いつも両サイドのねタイヤを外してセダン型のタイプのトランクには入れてもらってます。別にそれも全然大変なことではないんですが、まあ、それが片輪だけ外せば乗るくらいですかね。ジャパンタクシーさんだと、まあ、なのでその1個外すのか2個外すのかで、その1秒か2秒かの違いにはなるんですが、それの積み込みやすさっていうのはあるけど、やっぱりあれってスロープを出してもらって車椅子の人たちが乗りやすくっていうために開発されて作られたものであって、そのスロープを利用しないと本当に乗りにくいタクシーだなと個人的には思います。で、実際スロープを出すにもやっぱり時間がかかるし、その頻度っていうのもね多くはないので、運転手さんたちが慣れてないっていうこともあって、スロープを出してくださいってもし仮に道端で拾っても分かりましたとは言ってもらえないですし、スロープを出す距離感というかね、その道路との、その高さとか幅っていうのも簡単には作れないところが多いので、難しいです。で、またホテルで泊まっていたジャパンタクシーさんタイプというんですかにお願いしたんです。ホテルのところに泊まってるからスペースはあるし、別に道端でもないので時間があるからお願いしたんですけど、それでもちょっとスロープ出すの難しいから、そのまま座席に乗り移ってもらえますかということで、お断りを受けました。スロープを使わない以外、普通の健常の方からしてみたらジャパンタクシーのタイプとセダン型のタイプどっちがいいのかなっていうのもちょっと気になりますし、あのタイプのメリットっていうのを知りたいなと思います。またでも他の車椅子ユーザーさんはどっちのタイプがセダン型がいいのか、それともああいう天井が高いタイプがいいのかっていうのはちょっとこのコメント欄でぜひ教えていただきたいなと思います。で、また個人タクシーさんはめちゃくちゃもう本当に都内の個人タクシーさんは絶対に使いたくないって思ってます。以前ですね、友達と
まだコロナ前の話ですけど、飲みに行った時に、まあ、終電がなくなって、で一緒にみんなでタクシーで帰ろうねってなった時に、個人タクシーしかこうもう止まってなかったんですよ、列に。なので、個人タクシーでもクラウンだったかな、ほとんどクラウンが多いのかな。でも全然乗れるし、車椅子も積み込めるんですけど、よくクレジットカード使えますとかペイペイ使えますって、あのシールの欄に車椅子マークが書いてあったんですよね。だから私としては、あ、車椅子も大歓迎ですというか、全然問題なく受け入れますよっていう意味なのかなと思って、友達に、乗りますみたいな感じで運転手に声をかけてもらって、で車椅子の人もいるのでトランク開けてもらっていいですかみたいなことをお話ししたら、いや車椅子の人無理ですって言われたんです。あ、分解してトランクにも入りますよっていう説明もしたんですけど、それでもいや無理ですって言われて、なんでって思って、でまたそのもう一台後ろにいる個人タクシーのところにまた声をかけたんですけど、無視されてというか何の応答もなかったんですよね。でもうお酒もみんな入ってるから、もう勢いでというか、もういいじゃん乗ろう乗ろうっていうので、もうほぼ強引にというか、もう運もいいえも言わなかったので、もうじゃあいいんだなっていうふうに受け取って、もう無理やり乗って、でもトランク開けてくださいってって言ったら、まあ、一応トランクを開けてくれるけど運転手さんは出てこないみたいななんかそういう対応で、なんか結構全然その時からいい思い出ないなって思って個人タクシーを避けてたんですよね。でも先日、国会議事堂の近くというか、もう本当に国会議事堂の前、まあ、でこういろいろちょっとお仕事をするタイミングがありまして、帰る時にまたタクシーを一緒にいてた方から止めてもらったんですよね。でその方が止めたのもたまたま個人タクシーだったんですけど、車椅子の方乗るんですけどいいですかって言われたら、ダメですって、無理ですって言われて断られたんです。お、国会議事堂の前で断るかって思って、本当にすごくショックでした。なんでかなと思います。でもそれをこうツイッターでつぶやいたら、なんかいろいろこう、なんかなんていうんですか、タクシー業界のルールじゃないんですけど、そういったものがあるから別に個人タクシーは全然断れるんだとか、なんかさまざまな声がありましたけど、なんかねえ、本当にそれでいいのかなと正直思いました。やっぱまだまだ困ることの方が多いですけど、それでもそうじゃなくて、私がその福岡で生活するようになって、私の家から空港までの間を、まあ、よくタクシー利用するんですけど、だいたいアプリで、もう最近は呼ぶんですね、 Go アプリが多いかな、 Go アプリで呼ぶので、まあもう家の周りとか、もう時間帯がほとんど決まってるので、走ってる運転手さんっていうのがだんだん似てきたり、空港から家まで帰る時のタクシーの運転手さんでも だいたいなんか似てきたりするんですよ。あ、この前も乗せましたって言ってくださる方がいて、私のその車椅子の扱い、折りたたみじゃないのでタイヤを外すっていうその方法っていうのももう覚えてくださったり、あとは個人タクシーの方もその空港に、まあ、全然出入りしてる中で、ある時プリウスを使っている個人タクシーの方に出会ったんですね。でプリウスって後ろの後部座席のドアがあまり開かないんですよ。なので車椅子をつけるとちょっと狭いなって感じるんですが、まあ乗り降りはそこまで問題はなかったんですけど、それを見た運転手さんが、今度買い替えようと思ってるんですよねっていうお話をしてくださって、でその買い替えるにあたって、それこそだからそのジャパンタクシーみたいな、その屋根が高いタイプを考えているんですけど、どうですか、やっぱあれっていいんですかとかっていうふうに言ってくださったんです。でも私個人としては、だからさっきも言ったようにちょっと屋根が、高くて乗りづらくてっていうお話をして、どういうタイプだったらいいのかなっていうので、まあ、シエンタとかだとその車椅子もそのまま乗せれることができますよっていうお話をしたり、あ、すごく参考になりますってやっぱその言ってくださったんです。だからやっぱりその当事者の声を聞かないと
わからないことってやっぱりあると思うんですね。それは別にいつも言ってるそのホテルのことであったり、多目的トイレのことであったり、いろんな施設のことであったり、それもタクシーもそうであって、やっぱり使う方々の声っていうのを実際聞いてほしいなと正直思いました。だからそうやって聞いてくださるっていうのがすごく嬉しかったですし、毎回言われるんですね。いつも折りたたみでこう折りたたもうとしてるのが、すみません私固定車なんですって言って、あのタイヤを私が外すんですけど、それを見て本当に運転手さんたちが覚えてくれて、降りるときは運転手さんが組み立ててくれたりとか、組み立てに挑戦してくれたりとか、初めて見たよとかって言って、そうやって覚えてくれようとしてるその行為がすごく嬉しいなと思いました。だから本当に地域性がすごくタクシーって出るなって思います。なんか大阪とかだとそのわざわざタイヤ外してトランクに入れなくても、もうガバッと全部そのまま乗っけちゃって、ベルトでね、蓋をこうタクシーのトランクの蓋をなんていうの、蓋でいいか、蓋をこう紐で留めて、もうあらわにした状態というか、まあ、ちゃんと固定はされてるんだけど、旗から見たらもう車椅子乗ってますみたいな状態で走っちゃうっていうのも、なんか大阪はその率高いなと個人的には思いますけど、なんかそういったでも地域性があって、しかも個人っていう部分もあって、その理解っていうのが深まるのが難しいジャンルかなとは思うんですけども、でも会社さん単位で考えていけば、まずそういった車自体が悪いっていうわけではなくて、やっぱり利用する人たちがどう利用するかっていうことがあると思うので、やっぱユーザーさんの声っていうのが届いてくれたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回はタクシー、やっぱりタクシーのこと言わせてくれよっていうお話でございました。皆さんそれぞれやっぱいろんなタクシーでの経験をされてる車椅子ユーザーの方がいらっしゃるので、このコメント欄にいろんなお声を聞かせていただけたら私も勉強になりますので、よかったら書いてください、はい、ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。